眼科専門医の平松です。今日はソフトサンティアというお薬について説明しようと思います。このお薬は人工涙液というように、人工的に作った非常に涙に近いような成分として出されているお薬です。これは処方のお薬ではないので、薬局であるとか、いわゆるドラッグストアで、ご自分で買い求めることができる、涙のお薬です。このお薬の一番いい点としては防腐剤が含まれていないということです。防腐剤というのは腐らせないようにするのでいいものではあるんですけども、一方で目という非常に弱い組織においては防腐剤で目が傷ついてしまうことがあります。ですからこのように防腐剤が含まれていないお薬であれば目の傷つきができにくい、そしてコンタクトの上から刺しやすいということがあります。防腐剤が含まれているとコンタクトに防腐剤がくっついて目を傷つけたり充血しやすくなったりしてしまいますけども、このように防腐剤が含まれていなければ充血しづらい、そして目を潤すことができます。このお薬はいわゆる人工涙液というものですけども、ドライアイのお薬には涙の量を増やすもの、そして質を改善するものがあります。このお薬は大きく分けると量を改善するものです。ヒアルロン酸のお薬と同じように量を改善してくれるものなので、頻繁につけないとこれで治っちゃうというわけではなかなかないということをご理解ください。そしてこのお薬の悪い点としましては、防腐剤が含まれていないので長期間使えません。防腐剤が含まれているお薬ですと一般的に1ヶ月ぐらい持ちますけど、これですと10日前後しか持ちませんので、これをずっと使い続けてしまうと結局腐ってしまってバイ菌が入ってしまうということになるので、その点はご注意ください。市販の目薬というのはよく充血を取る成分が入っていますが、このお薬にはその成分は入っていません。それはじゃあ充血してしまって良くないんではと思うかもしれませんが、充血を取る成分というのは一時的に充血が取れますけど、その先、例えば数日先、1ヶ月先、3ヶ月先となってきますと余計充血するようになってしまいます。ですから短期間使うんでしたらいいんですけど、長期間使うんであればこのように充血を直接取るんでなくて、涙の質を良くして充血しづらいお掃除を作っていくお薬の方がいいわけですね。